京也くんと一緒にやりたい。やりたいってクリスマス？うん。って何するんだよ。全然普通のことでいいんだ。普通って？例えば二人でチキンやケーキ食べたり、プレゼント交換したり。彼氏とクリスマス初めてだからベタなことやりたい。安上がりだな。ダメかな。いいよ、エリカとなら楽しそうだ。京也くん。で、この猿芝居いつまで続けてほしい？え？ほんと単純だわ、お前。簡単に信じすぎ。まだ俺のこと分かってねえんだな。こんな甘いこと言うわけねえだろ。少しは学習しろよ。そんなんでこの先生きていけんの？いつかブラックセールスとかにコロッと騙されそうで。最悪、一回死んでこい、このクズ男。大丈夫ですか？タオルお持ちしましょうか？いや、大丈夫です。でも…バカ…アホ…最低…大っ嫌い。よくわかったよ。私のことなんて何とも思ってない。だからあんなひどい嘘平気でつけるんだね。もういい、しんどい、好きでいるのしんどい。